新しいことを覚えてもらうから。はい。違う病を貸して。はい。一日でもサボったら大変なことになる。そんなに変わるんですか？全然違うよ。また戻ってくるんだよ。戻ってくる。巡回するイメージかな。ろ過器で洗浄されてまたここに。なあ、本当になくなるのかな。ここの跡地マンションになるかもしれないんだって。最後の営業日から時が止まってるみたい。しばらく来なくていいって言われた時、なんか悔しかったです。待つことしかできなかった。清潔で当たり前、汚いところとかはすぐ目について、綺麗で当たり前とかあるから、もう初期の頃ですね。足同じ固めとか対戦相手にかけられて、人体が部分断裂して、もうこれは続けれない。プロなんて